んなのアルバイトブラスです。アレちゃんです。ゆきです。鶴沢玲奈です。なんか A とか B とか持たされてるけど、ね、なんかまたやるんやろうな。究極の二択ってあると思うんですけど、めちゃくちゃ性格がいいけどブサイクな男と、めちゃくちゃ性格が悪いけどイケメンな男、どっちと付き合いたいですかみたいな。はどうね、どっちも大きいです。じゃあ顔悪くても我慢できるかそれを今回はちょっとバイトに置き換えて、みんなでちょうど半々になるような二択を考えてもらうというゲームをしたいと思います。考えさせるやんこっちに。てめえが考えてきたのにこっちが答えるのかと思ったらさ、お題を A と B あって、 A は僕が言うので B を皆さんが一人ずつ。ああなるほどね。一人が出題者で残りの6人で A と B どっちがいいかっていうのをみんなで判定してもらって、 A と B3 人ずつ分かれたらその人の勝ちというゲーム。一生終わらへんで多分ちょっとやってみようよ。最初に出題者になりたいと思います。最初になることによるメリットとか、うん、目立ってます。誰も目立ちたくてこの番組出てないからね初めましての今井さんからいきましょう。お前やな。結局 A がバイトメンバーが全員美男美女、これとちょうど半々になるような B を考えてもらうんですけど、 B が時給いくら、時給いくらの部分を考えてもらって、 A と B2 つにちょうど分かれるような。美男美女が多いバイトがいいのか、それとも時給が高いバイトがいいのか。それ半々にならんとあかんからな。高いのを言い過ぎたらみんな B にしてまうから、平どいとこいかんとあかんね。この額やったらイケメンとかがおった方がええかもっていう。まあ、何よりも2,4,6,7人やないの。1人出題者で3。あ、そうかそうか、そういうことか、そういうことか。難しいな、そうなってくると。いくらやったら半々に分かれるかなと。1,300円。それは分からへんよ、自分の感覚で、はい、自分やったら1300円やったらどっちに行くの。っていう人も多いかもな。美男と美女がいるのか、それとも時給がいいのか、うん、もうそれしか判断基準ない。2000円。じゃあもう2000円いっちゃうわ。500円。 A がバイトメンバーが全員美男美女、 B が時給1500円。そうでも美男美女はいない。 A の時給によらんそれ時給はじゃあそんなにない。1500よりは絶対下ってことで、最低賃金だったらもう1000円近いからまあそういう細かいところはちょっと置いといて、これで上げた時の誤差が一番多かった人は罰ゲームになります。何が罰ゲーム。マクドナルドのおごりということで、はい、A が美男美女、 B が時給1500円。今井さん以外 A と B お上げください。せーの。おお、企画終了です。すごいな1500円ですよ。もうちょっと探せるもんな、うん、頑張って。別に美男美女どっか遊びに、ね、行って会いに行ったらいいや。美男美女じゃないとこで働くんやったら全然もっと高いとか探すの、うん、楽しみたいんだよな、こっちはもう、うんね、お金払ってでもイケメンと会話したいわっていうぐらいになってるから、お金ちょっとでももらえてイケメンと戯れられるんやったら。そうでもイケメンも飽きるのよ。そんな美人は3日で飽きるとか言ってる人おるけど、そうやで。それ美人は飽きません。ブスはちょっとしたことで許せへんで。そう美男美女の友達は美男美女だから乗り換えていけばいい。そう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 、乗り換えて性格悪いんじゃねえかお前。みんなのアルバイト、バイトはお金を稼ぐっていうものだと思ってるから、そうは重視しない。そうだそうだアルバイトはお金を稼ぐためだけのものではない。そうです。自らの精神を維持して自分の人間性を高めるための一つの手段、うんうん、でもお金でね化粧品とか買えるからモチベーション上がるやんな。来週何買うかなみたいな。美男美女の友達になるのはお金じゃ買えないですよ。美男美女が友達になったらそこで作ったコミュニティによって派生するビジネスがものすごいお金になる。友達になってくれるとは限らないから。するよそりゃ友達に。お台本いくら用意してるのに。もうちょっと やろうよ水田さん。やーいやーいって何の声やねん。お題出します、はい、A シフトを全部自分で決められる、はい、B まかないが〇〇。相当いいでシフトが全部決められるかな、うん、相当すごいまかないじゃないと。相当すごいまかない。タラバガニとかうわでもそれはあのマジでちょっと迷うかもねその人が食べたいものを毎回食べさせてくれる。全メニューから選べるんや。そうです、何品でも OK。 そう最高やな。それはそれが B、 B A がシフトを自由に選べる。はい、じゃあどうしますか皆さん、決まりましたか。はい、じゃあ開けていきましょう。せーの、 B、 惜しい。 A は自由な時間が欲しい。やっぱ柚子かな。美味しいの食べたいよな毎日レストランで働いてた時にすっごいまかないが良かったの。すっごい太った1ヶ月で。みんなのアルバイトラスト、じゃあゆきちゃん。はい、お題が A が店長がバリバリのヤンキー、
うん、B がバイト先までの移動時間が何分。バリバリヤンキーはプラスに受け取っていいんですか。マイナス。え、マイナスだよね。めっちゃブチ切れるってことでしょ。そうです。なんであんたそれやらなかったみたいな。顔のランクはヤンキー俺悪いイメージないねんな、うん、まあ、プライドの高い細かいおっさんとかの方が嫌かも自分が一番嫌なタイプの上司ってことでした。 A が自分が嫌いなタイプの上司が店長、うんうん、B がバイト先までの移動時間が何分。私はゼロ。ゼロとかないから30秒とか。30秒選んじゃうじゃんみんな。出勤時間がゼロと自分が嫌なタイプの上司やったらどっちを選ぶ。ゼロ。ゆきちゃん出勤時間ゼロ選ぶやろ、うん、みんなも選んじゃう。いや俺らもそうやねんけど。そうそれを半分半分にしないといけないから、時間を長くしないと。そういうことか。そう、この時間やったら嫌な上司でも我慢しようかっていう瀬戸際を選ばんとあかんねん難しいですね。それ2時間難しいな。往復やからな、帰りも2時間やからな、うん、A が嫌いな上司で B が2時間出勤時間。では一せーので。あー惜しい。結構みんな上司嫌なんやな嫌な上司が A。 俺も嫌な上司。じゃああれ私はこの移動時間を使って別の仕事をやろう。俺移動時間長かった時あってんけど、働いててめっちゃ良かったで。電車とかで読書とかする時間に当てれたし、何かにするっていうのができた。 B じゃない。え、俺嫌な上司がいる。ちょっと上司が良かったら頑張ってまうやん。こっち変な情が映るから、働く時は上司が悪いやつっていう方が楽。いい男のためやったら何でもするやろ、うん、それと一緒。上司もそれになってな。そうやったら悪い男のためやったら何もせえへんし、自分優先にするし、別にこっち売り上げとかどうでもいいんですけどっていうマインドで働ける。別にその上司に嫌われてもええしみたいな。いやいや俺がやれっつってんだからやれよみたいな感じで言われたら、口答えしたりやん。それでそれができないでしょ。できるよな。俺してきたで、ずっといろんな口答えしてきた。その結果ここにいる普通のとこでは働けんねん。働けないってこと。働けへんねん。働けへん。そうでも時間もありや。でもどっちでもいいわ。どっちでもいいです。はい。通勤時間がない仕事をするようになって、本を読む時間がなくなったり、ニュースをチェックする時間がなくなったりとかして、ちょっと悪くなった一面もあったりしたから。上司が悪いっていうのは逆にプラスに働くこともありますっていう2つの例を提示できたから、結構意外とええ話ができたんちゃう。コメント欄もプラスはやっぱええこと考えてるわって書いてる人おると。今それを言って、いつもな凌介なんちゃらさんが書いてるやろ。見てるよ凌介さん。凌介さんしか見てへんのちゃうかなって。他の人も見てる。私が発表すると、今井さんがぴったしゼロ。すごいな。水沢さんが4対2の差分が2、石原さんが5対1の差分が4、石原さんがバックおごりです。うわ、これ参加せんかったやつはなんなん。何のメリットもないやん。参加しなければよかった動画で目立ってたという。何の大会よ、凌介さんしか見てへんのにさ。いや使ってほしい。その人めっちゃ見てくれてるからな。そういう人大事にせんとあかんよ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。他にもねよくコメントくれる方何名かいらっしゃるけど、誰よりもあなたが一番ありがとうございます。ありがとうございます。